はい、駆け込みで申し訳ありませんけど、こちらに部屋は空いていないでしょうか。大丈夫ですよ、余裕もありますし、お客様は大歓迎です。ではご厄介にならせていただきます。いえいえ、こちらこそ。よかったわね、ハトーさん、頼りがいのありそうなお姉さんがご一緒で。はあ、お姉さんですか。やっぱり浅間さんはこちら取材にいらしたのかしら。いえ、そういうわけでは。ですが、やっぱりというからには何かあるんですよね。あら、ご存知ありませんでしたか。しあさってにお祭りがあるんですよ。それも今年は特別で。特別なんですか。お祭りを取り仕切っていたお家があったんだけど、ずいぶんと前にその人たちがいなくなってしまったのね。それでここのところ形ばかりのお祭りが続いていたの。迷信だと思うんだけど、それからすっかりここも寂れてしまって。ああ、ちゃんとしたお祭りができなかったせいですか。迷信よ、迷信。でも商売していると弦は担いでおきたいものでしょう。浅間さんはこちらにご記入お願いします。じゃあ今年の特別っていうのは。なんとそのお家と縁続きだっていうお祭りに詳しい人が来てくださったのよ。まだお若いのにしっかりなさった方で。あら、どうかなさいました。いいえ、別に。これでよろしいですか。はいはい、大丈夫です。では浅間さんの部屋の方は。それなんだけどね、お柱様っていう神様を祀ってること以外、詳しいことはよく分かってないのよ。お柱様？大黒柱の柱かしら。諏訪大社の御柱祭りはテレビでニュースになったりするけど、そういうお祭りなら来年からはお客さんも来てくれるかしら。そうそう、お柱様といえばね、狭間の方にある山の中に御神木があるらしいのよ。よく街路樹にもなってる円樹って木なんだけど、御神木だけあって並外れて大きいんですって。なんでも樹齢1200年以上とか。めったに人が近づかない場所に生えてるのが良かったのかしら。そこに行くだけでも一苦労。狭間の。山の中の。
ご神木。ごめんなさい、早く着替えなきゃいけないのに長話しちゃって。あ、いいんです、いいんです。ケイ、だから平気、大丈夫だって。ていうか早く着替えないと大丈夫じゃなくなっちゃうかも。それじゃあおかみさん、今日もおいしい晩ご飯を期待してますね。だね、ほんとほんと、うまいもの食っていい具合の湯で手足を伸ばしながら月見だなんて贅沢の極みだね。ほんとほんと、これでこいつがいなければ私的には幸せ絶頂だったんだけどね。ところまで何しに来たんだい？それはこちらの言い分です。また私の邪魔をしに現れたんですか？ふん、誰がわざわざ。そんなことが目的なら夜通し車飛ばしてまでこんなとこには来やしないよ。それともなんだい、また私が邪魔したくなるようなことをやらかすつもりなのかい？どうしたんだい、ケイ？ケイ？あ、私です。
OK です。よろしくお願いします。こんなやつとよろしくするんじゃないよ。っていうか名乗るな。ハトというと狭間に屋敷のある？あ、それ多分お父さんの実家です。しましたか？ほら、うずき、カタギに迷惑かけるのやめて、さっさと上がってどっかに消えちまいな。敬語使う必要ないよ。でも、で、だから黙っててってば。構いませんよ。年も近いでしょうし、そうかしこまらずに話しやすい言葉でどうぞ。そうなの？はい。だったら宇月さんも楽に崩してよ。そうか、ならばそうさせてもらおう。そしてそして、隣の席だったよね。うん。ケ、やっぱり敬語に押し。そんなやつと必要以上に仲良くするんじゃないよ。サクヤさん、大人げないよ。つーん。ごめんね、うずきさん。あなたが気にすることではないだろうに。はあ、うずきさんは大人だな。私がどうかしたかい？ううん、別に。ケイさん。あ、だから別に何でもないよ。ケイ、のぼせたんなら無理はしない方がいいよ。Thank you.
で、K はともかく、あんたはそろそろ上がる頃なんじゃないかい？どうして私が？カラスの行水って言葉があるだろ？慣れない長居は体に触るよ。何を言うかと思えばバカバカしい。重ねた弱いにふさわしい。私先に上がるね。ケイ？ケイさん。実はやっぱりのぼせてたかも。それじゃごゆっくり。